佐賀部というものがあった場所でございます。こちらがですね、昨年は本当に自然災害の当たり年でございまして、熊本は、ね、巨大な台風でですね、まず長部が、歪んでしまいました。もともとは日の元で、残る最長の、長さの塀であったと、重要文化財だったんですけれども、まず台風で傾いてしまって、そのまま地震で下の石垣ごと崩れるというですね、ちょっと今思い出すと、胸が痛くなるような惨状だったんですけれども、今少しずつですね、危険な場所から優先して、工事に取り掛かっているところでございます。広島も路面電車ありますね。あるある、あります。どうですか、ちょっと親近感ありますか、この景色は。結構広島の街似ておる。あ、似とりますよね。それがしもですね、あの帰ってきた時、あれここ中区かなと思ったぐらいでございます。中区、中区、ね、まさに中区、中区というか、中区、そうでございます。ここら辺熊本はですね、中央区という感じなんですけども、もう熊本に広島それがしも何度も行かさせていただいてます。多分熊本城の中だと1、2を争うぐらい多分行っとると思います。広島、あのチューピーもハーフラワーもお邪魔させて、なぜ夏の陣にはそれがしが呼ばれないのか。あれ何言う？わかりませぬ。でもですね、あの赤の集いの時にはですね、本当に行きたかったなというところでございますね。去年な、そうでございます。29日、おめでとうございます。あの発表された日にですね、シークレットゲストとして、大変です。歌いに行く予定だったんですか？そう、そうなんです。よかったよかったよかった。ですね、冗談です冗談です。冗談です。ね、あの赤の集いという、赤の陣ですね。すいません。なんですか？すいません、あの勝手にそれがしの願望が出ておりまして、全国の赤備え集いさせたいと思うとるんですけれども、その、行く予定というか、あのお声をかけていただいたんですけど、残念ながらですね、行くことが叶わないという話になった直後にですね、熊本地震が起きて、で広島の方々は本当にすぐにですね、ご支援いただいてありがとうございます。ありがとうございます。なので、あの我が家臣が、あ、それですか、協力してくださった方。すみません、ありがとうございます。そのお話いただいて、我らがですね、熊本城全く受け入れができる状況ではなくて、我らもですね、いや本当にいろんな方が、我らのために動いてくださったんですけど、本当に申し訳ないことに、熊本城も、下手すると我らは熊本城おもてなし武将隊なくなるかというぐらいの危機だったので、熊本城にそもそも入れないと、熊本に誰も来ないのではないかという中で、我ら武将隊果たして、今やるべきことが、この皆の前に立つことなのか果たして否かという軍議もたびたび重ねられておりまして、その中でやはり我らはこれが一番できることであろうということで、5月1日から、まあ、再起したわけでございますけれども、まあ、そのおかげで約1年こうやって、この熊本市中央区ここら辺ですね、街中はほとんど、皆、元通りの生活をだんだん取り戻しつつあるなというところでございます。まあ、元の家に帰れないものも多いんですけれども、この電車通りをですね、あと5分10分行ったところに水前寺成就園というところがございます。これが先ほど言った白川ですね、熊本城の外堀にあたる川でございます。ここら辺もですね、清松様が流れを変えた川でございまして、もともと先ほどの、坪井川、熊本城の近くの川とですね、この白川の流れが一箇所ですね、すごく近づいていた場所があったのですよ。そこにですね、熊本大雨が、極端に降る時がありまして、そうなるとですね、そこが溢れ返ってしまって熊本城が水浸しになるというところがあったので、400年前流れ変えようって言って、こうやって蛇行していた部分をですね、グンってくっつけようと、バカかって言いましたけどね、嘘だってやるの我々ですよって言いましたけど、絶対やった方がいいからってね。今ではあのいろんな国からの圧力があるから絶対そんなことできないですけど、それが熊本の歴史であると。あ、逆でございます。城下が先でございます。先ほどの川の工事もそうなんですけれども、熊本城築城したのは1601年から取り掛かっているんですけれども、清正様が治めたのは、その13年前1584年から熊本城に入っております。27歳の時に
でそこからはまず、城下の整備をということで、熊本のこの電車通りもそうなんですけれども、ほとんどの街並みがですね、400年前の街並みをそのまま残した状態で道作りがされておりますので、なので、脇道が多かったりですね、一方通行が多かったりで、非常に車に優しくないねえ運転手殿、ね、渋滞しかしない。でもですね、それは400年前、大軍が興奮することを清正様は想定しておったので、逆にそれが集中してですね、敵の進軍を妨げるという意図もあったので、400年前だったら良かったんですけど、ね、まさかこんなに車走ると思ってなかったからです我らも、なので非常に車には優しくない。でもですね、地下も掘れないんですよ。地下鉄とかも作れないんですよ熊本。あ、広島も地下鉄作れない。確かに。元々三角錐。ああ。なるほど、地盤の関係で熊本はですね、地下水がめっぽう多くて工事が全然できないというのと、あとはその地下水を守ろうということで、地下を掘り進めると地下水が枯れてしまったりとかです。そういった理由でなかなか地下の発展が進まないというふうにそれがしは聞いております。右側にちょうど路面電車がかっこいいですよね。あれ心という名前のやつなんですけれども、有名なですね、方がデザインされてるやつです。名前忘れた。いらっしゃる。そう、あの方です。そうそうです。ですよね、そうです。はい、ということで引っ張りすぎると大変なことになりそうです。すいません。非常に有名な方、熊本鉄道にも力を入れておりまして、はい、ここら辺ですね、味噌天神という名前でございます。味噌天神でございます。天神、味噌の神様が全国で珍しくて、昔腐った味噌をですね、どうにかできないかということでお供えをしたら、翌朝にはですね、それが食べれる味噌に戻っていたという伝説が残っている天神様でございます。面白いですよね、はい、そういった。いや、味噌くらいのせいじゃん。ポンポンピーピーって。あ、突っ込んだ。あ、ポンポンが弱いんだよね。あ、そうだ、そんな感じがしますね。すいませんでした。負けてしまいました、それが。さあ、ということで、意外とすんなり行きまして、もうすぐ水前寺成就園というところに、着くので、お茶会にあたっての話をしてまいりたいなと思います。これから、参拝する、水前寺成就園なんですけど、本来であれば、ね、肥後交流という、我ら熊本に残っているお茶の流派で、お茶を皆様に飲んでいただこうかなというところです。表千家裏千家というところが有名なんですけれども、その千家に関しては時代によってやはり、形などを変えていく柔軟性がある流派なんですけれども、この肥後交流に関しては、利休七哲、千利休様の皇帝の細川忠興様が千利休様のお茶をそのまま残せという遺言に基づいて、400年前実際に千利休様がされていた流派を全くそのまま残している流派でございます。なので実際に織田信長様であったり豊臣秀吉様にあげたお茶と全く同じやり方で皆様にお茶を楽しんでいただくというものでございます。そう聞くと非常に堅苦しいでしょう。しかしながら、確かに、礼儀や作法というものは一応あるんですけれども、千利休様のお心持ちで、茶を楽しむというものが何より大事であるということなので、あまり堅苦しく考えず単純に楽しんでいただければと思います。まあ一応やり方等はですね、それがしの身を見まねで良いので、忠興様のですね、亭主、お茶を立ててくださる姿などを見ていただいたり、あとは、菓子もですね、細川家に伝わる菓子であったりとか、あとはお茶碗とかもですね、由緒正しいものを使わさせていただいておるので、そういった、そしてまた古今伝授の間というところでお茶を楽しみます。実際に忠興様のお父様が古今伝授の書というものを継承した天皇様に、場所をですね、京都から熊本に移した国の重要文化財で実際お茶を楽しんでいただきます。そこで水前寺成就園の景色を楽しみながら単純にお茶を楽しんでいただきたいという時間でございます。それにあたり注意事項がございます。写真動画は撮って差し支えはないと、撮っても大丈夫、ただ席は立たないでいただきたいと、撮るぐらいだったら自分の目で楽しんだ方がそれがしょいいと思うというぐらいでございます。さあ、ということで、あとは道中でお話ししながら話しましょう。